はい。それでは、函館記念と副賞生活、本ちゃん行きますの前に、やってまいりました。すいません。何重症です。ジンバリベンジ。せっかく、はっとりくん、頑張ってくれたんですけど。はい。7番でしたっけ馬拾ってなくて、生まれん、取り損ねた。ごめんなさい。はい。あと何でしたっけモザイクね。 やっぱ顔なら前作やったか。今回やっぱ口車みたいでしたね。すいません。そっから伊藤塾でボーン行ってもうたんで、外れてますわ。すいません。これはやってもうたな。これはちょっと後悔の塊ですわ。すいません。ちょっと中京らしくない買い方してしまいました。はい。副勝生活、マレーシアカップはメイズオブオーナーですね。1.1倍。えー、6等手でしたけど。もうしゃあないですね。まあ、C って言うならあれかな。元々言ってたハトリ君の復賞でこう言ってたでよかったんですけど、たらればですね。T ブラスサムでよかったね、これ。 で、こっちはメイズオブオーナーとの生まれ二2番とこうといたよかったんやね。あ、もういいですね。すいません。もう、たらればモードでもいいです。ちょ、ちょっと今回のは痛いですね。もったいない。行きましょう気を取り直して、レッチャゴーはい、それでは出走表行きましょう。名前に都合良くても悪くても毎回紹介してます。えー、どっちでしたっけマレーシアカップですね。 はい。え、もうガチガチだったんですけど、メイザーボーナーさんで印打ってましたね。3番ですね。はい。えー、もう、初回通りです。藤原さんに福永さんの中京はもう鉄板ですよ、ということで。はい。スタートも悪くなくって、えー、前のマイカスだけ理解して、で、えー、っと、ちらっと言ったんですけど、先週から中教外出しか決まらないと。 しんどいよっていうことでで今回 B コース代わりってことでうちらち使って頑張ってくださいと私希望を出してたんですけど、福永さんよく理解してました。ありがとうございました。終始うちうち通ってます。もう期待通りです。はい。注文通りです。で、結局一番の里の T ターンですね、えー、外外回ってデムちゃん頑張って、まあ、よく頑張ったんですけどね。うん、えー、初芝の終わりになかなか強い競馬だったと思いますよ。うん。 ちょっとやっぱ外外回った分の負けかなと思って、うちのックも回った、レイメイズオボーナーの方が一番上やったかな。あとは二番のエンジンはちょっともうね、足的に能力抜け取ったんで、まあ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 と思って、ああ、しゃーないなと思ったんですけど。すいません。藤のティターンがいらんって言ってたら、この二三の生まれんで、のん重症例、そしたかったです。あっちゃ、パーシュゴーリ超いいョイーこれ。なんも考えるんじゃない。ちなみに生まれ何枚ですかちなみに生まれ二倍はついてるんですかこれ。どうでしょうオープンサプライス。なんと三百円マジかやめ。 ここで300円待ったのか、この野郎。あっちゃっぽうし、これでのん重症レースしといて。そやね、こっちのね、こっちの方をね、T ブラッサーも副賞で買うといたらよかったんやね。ってたらればでした。ありがとうございました。290も付いてるし、これ。あっちゃー、シースプラッシュ買うてないよ、これ。シースプラッシュは買うてないです。すいません。生まれんとりそこました。ありがとうございました。中級2000。久しぶりにやってもうたな。久しぶりに回収0円というのを刻んでもうた、これ。あっちゃー。明日頑張りましょう。はい。 で、まあ副賞生活中居を見る前にですね、箱館記念見とく見とかなあかんね見ときましょうか。はい。箱館記念ですけど、うん。えっとですね。えー、なんちゅうてたかな。えーえーえー、本命がトリコロルブルー出たかな。ですね。えー、あとはブレスジャーニー。あと、マイナルハニーが面白いよーちゅうって言って,て。えー、あと、ゴールドサーベラスも印しとって。 えー、あとはエア,アンセムもね、えー、何やったっけエプソンカップ経由で面白いよ中手っ,ってあと鈴鹿デビアスあとうちのブラックバゴぐらいまで印打ってますでサクランプルールごめんなさい今回は、えー、4ヶ月明けでこの班で、えー、もう明らかに次の多分札幌記念が連覇本チャンやと思うんでうんここはちょっと一旦やめときますごめんなさい鉄砲できたら本番謝っときます で、ここ、えっ、ー、と、馬券的にトリコロールブルーから買おうかなと思ったんですけど、えー、馬券の売り置き見てもね、一番人気なのそのってことで、えー、今回はね、えー、一番人気のいいやけど、今までどっちかってね、友一勝勝ち組じゃないし、うん、えー、G1 ね、疲れた後の経由でもないし、えー、それ考えると、なるお記念三着からのここ、函館記念、えー、向けてきた、えー、トリコロールブルー、えー、いいんですけど、 こちら本命でね、いいかなと思って、副賞もガッツルと取るんで、あー、これやっぱ信頼性高いんやなぁと思ってたんですけど。はい。えー、今回、糸特地棒って、そっから馬券をメインに書いてて思います。はい。じゃじゃーん。対抗にしてますやはい。クラウンディバイタですね。こちらで馬券シャープしたいと思います。このまま多分紹介してなかったと思うんで。確かね、前走、えー、逃げて4着やったんですけど。うん。 でね、友衣章ね、ええー、まぁ、あ、か、えー、勝ち組あるいは惨敗組の巻き返しとかよく言いますけど。で、えー、もう大体ね、もう、なんていうんですか、ニュース見ててもね、もう書いてることみんな一緒。大体4、5着のもあれでしょ。えー、勝ち馬とコンマ1の差しかないとか、コンマ3の差しかないっか、ことなんやろ。分かっとろ、んなもん。そんなもん俺でも言えろ、そんもん。勝ち馬とコンマ1しか離れてないでしょ、グラウンドディバイデが。言ってるわその分かっとろな。そのせいかもおリりって書いてたの、どっかの記事で。勝ち馬とコンマ3しか離れてないって。 わかりました。すみません。その、コンマさん縮めんのご本茶で難しいから、競馬しんどいんです。勝ち馬とほぼ差がない。わかりました。そんな私でも言います初。初心者の私でもいるんです。そんなこと。そんな分かっとうねん。はい。で、前走確かに人間粘って4着やったんです。けっと。はい。えー、なんでこのまま選んだかっていうと、 もうね、考えてないんですね、正直。ほとんど考えてない。理由が簡単すぎても、ほんまもう、あくびてる、これ。あくびてる。はい。えー、理由ですね。はい。えー、今日ですね。えー、箱函て見てました。正直ね、福島と中京はね,ね、もうね、持ってこう、いっちゅう馬券なんですけど。箱館てでね、正直ね、むしろもう箱館てで負けてるやんけ、お前。噛んでええやんけ、お前。っていうぐらい箱館てで負けてるんですけど、多分今年。はい。で、箱館て見とってね、もうざっくり、えー、しぼばー見ましたよ。はい。 ちょっと芝のレース、えー、多すぎるんですけど、まあ、捨て子分かりますわ。うん。捨て子分かるよ。はい。あと初くらいもわからんでもない。で、この中で何注目したかっいうと、えー、と、8レースと11レースに馬券絡んでます、えー、ダイヤメジャーン号ですね、えー。ちょっと道役校舎もこなせる、えー、ダイヤメジャー。あるいは打ち引いたら、えー、発揮できるダイヤメジャーですね。 こちらが今日、えー、二刀、五番人気でバケに兼れます。で、大名字はというとね、えー、イメージ的にはやっぱ距離短いとこ、100、200、4 0で使われるイメージなんですけど、まあ、確かにこの8レース、11レースは確かに100、200で活躍したんですけど、うん。まあ、クラウンディバイダーチーはね、もともとまあ、100、8から200こなせる馬なんで、特に距離は問題ないんですよ。で、 えー、今回のね、えー、時計を見てると、えー、いつもの函館記念のように、ちょっとね、早めの時計の決着に、ね、明日はならないと思うんですね。というのも、今週、えー、函館の方はね、えー、結構平日も雨降りまして、で、ここ開幕週はちょっと時計早かったんですけど、2週目、3週目、ちょっと天候悪かったですよね。えー、いろいろ、えー、台風とか悪影響あって。で、重たよりね、芝は傷んでますわ。えー、一応ね、両、おおむね、良好なババって書いてますけど、重たより時計かかります。 で、えー、参考レースとしては一応ざっくりですけど、えー、STV 賞で見ておきましょうか。うん。えー、こちらレース1 0 0やったんですけど、うん。もうね、時計見たら簡単ですよ。はい。 えー、ここ、全体の勝ち時計、1分9秒0でハウメアが追い込んだレース。で、これだけ見るとね、あ、差し掛えが決まりやすいよ。あるいは外からの差し掛えが決まりやすいんや中う傾向で、多分皆さん弾いたかもしれないんですけど。え、そうじゃなくて。はい。ここはね、やっぱペースラップ見ましょう。はい。タイムですね。はい。前半の、えー、半、半マイル、半マイルじゃない。半マイルマイルマイルじゃない。ごめんなさい。マイルじゃない。えー、前半のハロンですね。ロン、三32秒8。以上の速さです。うん。 これで頑張りました。前半、誰か知りませんけど、誰だったっけなんかめっちゃ引っ張っとったな。えー、竜のユキナが。で、半頑張ってたんですけど、うん。で、基本ね、ペースが前半になると、ある程度引っ張られるんで、全体時けっ,って速くなるんですよね。基本はね。うん。基本は速くなります。 あんまり聞いたことないですよね。例えば2000メートルの舞台で前半57秒で行った馬がおったのに、えー、全体の勝ち時計2分3秒とか2分4秒かかるレース。まあないですよね。だいたい前半57秒8秒で引っ張られたら、自然とね、後ろの馬がついてくるので、だいたい1分57秒8秒、後半だいたい1分でラップ計算どうでしても1分57秒8秒で決着するわけですよ。で、この舞台見てると、前半ね、さっき言った3波の32秒8なんですけど、後半見てください。なんぼかかってないんちゅう。36秒2もかかってるんですよ。 これはね、いくらね、竜の雪中単独で逃げたとしても、確かに放置プレイやったんですけど、にしてもね、かかりすぎやねん。毎年こんなんちゃうねん。で、なんでこのね、メインレース、11レースの、しかも1200メ、えートル、今回の2000メ、えートルで、向かい舞台が追ってないところで参考したかっていうと。一応まあ、このクラス1000万条件なんで、やっぱ未勝利とかね、500万、いくらね、2000メートル参考にしましたって言っても、未勝利で500万クラス正直ね、ペース配分バラバラで、 もうね、えー、もうほんまに折り合いも続いてない、ね、馬たちが多いんで、そんなん見ても正直しゃあないですよ。それやったらやっぱりね、メインとか組まれてる、やっぱね、クラスの高いところを見るのはやっぱね、一番見やすいです。で、えー、全体時計もね、やっぱりその分メインに近づいてくる時計になってくるんで、そうなってくるとやっぱりこのメイン、えー、1000万クラスの芝のレースはみんな悪くないと思ってます。で、まあ、えー、ハウメアは一応ギリギリ展開ハマって差し切ったんですけど、うん。今回1分9秒0で上がってきましたと。で、今までの博多ってどうでしたかって見ると、 見ますとですよ。えー、ここ馬券絡んだんが、えっ、ー、とね、ドゥーディーとか絡らん,んだかな。あロイヤルメジャーらんだかな。はい、えー、それまでしっかりね、えー、箱立ってやっぱ時計早かったもんで開幕とかね、やっぱ一分8秒3とか、一分8秒4、ね。 ここら辺で、まあ、あレース始まってたわけですよね。前半戦でね。で、開幕週とかね、1分8秒3の時計でもモズスーペアフレアが1分7秒で上がってきてるんで、勝てないわけですよね。で、結局、今回何本で勝ちましたか、勝方とか馬券絡見ましたか、ちょっとさっきも言った通り、やっぱ1分9秒台。ね、1分9秒0で3着、1分9秒0ですら3着でいけるレすス。はい。 で、かつスローなペースやったか、ちいうとそうでもなくて、あのハイペースで1分9秒台決着。ってことは、やっぱり時計かかる舞台っていうのはもうこれだけで要因とれます。で、ロイヤルメジャーも含めてですけど、さっきも言いました、えー、ね、ダイヤメジャー3区。 ちょっとやっぱ、えー、道が、え、ボコボコしたとこで、えー、活躍できるイメジャー。プラス、えー、こちらは一応母親に前から言ってますね。えー、消耗性に強いロベルトを含んでるんで。まあまあ、こうやってありかなーと思って。まあ、三着馬券絡んでくれたわけなんですけど。で、それ踏まえると今回はクラウンディバイダーが剥くんちゃうかなーと思ってます。えー、この舞台ね、えー、前から言ってます。ブレスジャーニー等々の後ろからいくら上がり使って調子、調子というか、向いてきた馬たちでも、まあ、やっぱ多頭数の、え、遅と一気や厳しい舞台となってます。 となると、ここ誰買いますか中東へ、花にこだわります。今回も、おそらくクラウンディバイデが展開や向くとは思ってます。うん。で、クラウンディバイデ自身ね、そんなにね、思いっきりね、ハイペース飛ばし逃げる馬じゃないんで、ある程度ね、馬群引き連れててもいいですけど、えー、そこから、えー、ね粘れるければですね、えー。結構束に粘られてから結構しぶとくね、伸びる馬なんで、えー、非常に副勝圏内なら明かりかなと思ってます。ちょっと単勝で買う気あんまりないんですけど、うん。で、 まあ、この馬を逆にキラオリはね、今回マイネルハニーがおるわけですよね。えー、前走は、えー、マイネルハニーが休み明けでブヨブヨできてね、えー、別に花こだわりに来んかったんで、クラウンディバイドの楽な逃げペースで、まあ、ギリギリ4着、展開面越えたらいで頑張って4着で粘ったんです。けったはい。今回明らかにマイネルハニーってただ2走目で本気ですよね、多分ね。 はい。えー、筋量1キロ減りますし、馬体重多分減らしてきますわね。えー、在競馬してますわ、多分。で、亡って多分いい馬体で来ますわ。となると、マイネルハニーと言いますと、やっぱり鼻奪ってくる馬んで、叩き合いになるかもしれません。鼻の奪い合いね。うん、ただ枠順考えてもクラウンディバイダーの方が楽にい、えー、けると思いますし。で、マイネルハニーってね、どっちかっていうとね、いくら叩きにそめ上で状態いいからといってもね、結構ムラがある馬でありまして。うん。常に鼻奪える馬じゃないんですよね。スタートもね、ちょっとゴブってとこあるんで。で、クランディバイダーはっうと、 えー、スタート見ときましょう。前走とも一緒。生でした。えー、9番ですね。はい。スタート戦ンスがね、抜群なんですね。えー、で、緑の面粉の見やすいんですね。非常にね。え見やすい。非常に見やすい。黒の面粉の9番や黒茶はすいません。緑です。はい。スタートいいですね。はい。こう、スタート。で、枠の差で、ちょっとね、斜め走りますけど、十分です。で、えー、さっきも見ました。えー、3コーナーか4コーナー曲がるところぐらいで、だいたいね、束がね、こう、まくってくるんですけど、うん。 並ばれた殻が非常にしぶとい。うん、しぶとい。えー、結局ね、番手追走されて4番の前にプレッシャーかけられるんですけど、ね、4コーナーで。直線曲がるときに一旦ね4、4番に多分花奪われたはずなんですけど。うん。うーんとね、2、3番手でね、えー、並んでくるたちには競り勝つ、えー、競馬できます。えー、非常に、えー、これはね、底力というかあるなと思いましたここで4コーナーでまくられるんですけど。うん。 結局、まあ泣いてもないし、後ろからの馬にね、ちょんってやられましたけど、うん、もうしぶとく並んできて4番にはし,しっかりせり落とされ、せり落としてくれましたし、まあ、負けるとしたらやっぱりね、さすがに展開ハマってくれたこの後方からの馬たちに負けるんですけど、まあこれがね、今回タトースの箱立て記念ならですね、えー、後ろでごちゃついたりね、外回したり変な外回したりする馬がおるなら展開向くならこの馬かなと思ってます。 はい。えーね、でさっき言ったダイメジャー3区、えー、あるいは母親にサドラーズウェルズですね。はい、こちら、えー、オンボワバー校舎なんで、オンボワバーってか、栄養芝校舎ですね。えー、時計溶けかかるとこ強いんで、頑張ってください。これはいいと思ってます。うん。で、えー、2層前ですね。ジューンステークス。こちら、条件戦でしたっけはい、えー、この時も7番の緑の面子。 ちょっとね、ゲートうるさいんですけど、ただスタート、ゲートを開いた瞬間にごっついコースタートです。うるさくても関係ありませんけどはい。で、結構コースタートで、え、うちの馬にちょ,ちょっとね、えー、を奪われて、バ番手ツいつくなるんですけど。はい。えー、4コーナー曲がってきます。2番の馬をマークしながらの直線なんですけど。うん。で、この2番の馬は、えー、競り落としてね、直線、えー、ね、戦闘立つんですけど。 で、えー、この後ですね、えー、外から4番の応募、ルックトワイス。あの、ごっつい強い1.5倍ぐらい支持されたルックトワイスにね。 最後、外から迫られるんですけど、え抜け出してからも切り抜くことはありませんし。うん。ルックトワイス結構ね、鋭い足で後ろから、あるいは内から一番の前に迫られるんですけど、もう並ばれかけてからがしぶといこれでもまだ粘れるんやっていう競馬ですね。はい。もう全然並ばれてからがやっぱしぶというさ、うん。この競馬、すごい。で、えー、このさっき言ったルックトワイスですけど、まあ、ルックトワイスの写真にするとですね。はい。ルックトワイスに勝ったん非常に収穫あるなと思う はい。ルックトアイス、ここ最近人気にね、ちょっとね、押されて負けてますけど。うん。前走クラウンディバイダー負けました。で、えー、その前、ウィンテンダレスに負けてます。で、ウィンテンダレスとね、このままね、なんか、えー、何でしたっけ、あいつ。えー、クラウンディバイダーみたいに、なんか展開めぐわれてね、逃げて買ったように見えますけど、これ非常に収穫でかいですね。楽して逃げたから買っただけって思われる方、非常に多いんですけど。じゃあ、ウィンテンダレス、この後何しましたかーって言うとね、もうメグロ記念買ってますわ、これ。 ルックトアイスに買った友たち全部成長してます。ありがとうございまた。やっぱりルックトアイスは非常に強いなと思いました。ちなみにストーンウェアはどうですかちなみにストーンウェアはどうでしたかストーンウェアってこの後活躍しましたかストーンウェアは中とルックトアイスに買った後、まあ、中日心配度外視にしても、民法杯3着、そしてメイステイクス、大逆にコンマ石と結構活躍してるんで、うん、ルックトアイスをここ、物差ししてもいいんじゃないかなぁと思ってますよ。うん 今回、えー、昇級するなら,ら、グラウンディバイでかなと思ってます。ありがとうございました。時計もかかるところですね。東京の八重山で2分2秒で上がってきてるんで、やっぱち,ょちょっとやっぱ時計かかる時のが、チャンスやなぁと思ってます。はい。全体成績見ておきましょうか。うん。元々吉もともとも橋玉なんで、えー、1008もいいんですけど、やっぱ2001、3、2、3。右回り、2、4、3、0悪くないです。いやいや、もうバ、バし渋っても OK。ヨシ OK。 はい。おいで、え、大芝、八方と函館で馬券絡んでます。OK です。で、中山も悪くない。中山関係ないですけど、はい。うん。福島も結構ローカル競馬的なとこは OK ですね。で、4コーナー、えー、使った器用の競馬なんか向いてると思うんで、頑張ってください。クラウンディバイダー、今回ね、正直嫌ってたんですね。マイヌーハニーって言っかけられたら、あかんちゃうかなと思って、前潰れるなと思ったんですけど。 マイネルハニーがもしポカするなら、えー、マイネルハニーの方でね、間違いなく条件、条件というかローテーション的にね、間違いなく怖いんですけど、 ちょっとクラウンディバイでずれんなーってことで今回買っておきます。もう正直ね、最初の要因がもうダイアメジャーやなーと思ったんでね、こ今日はね、ちょっとね、ダイアメージャーね、トー少ないと度っても2頭とも絡んだんだけど、うん。ちょっとね、ヨーシバのダイアメジャーちょっと今怖いなーと思って、特に今ね、はい、えー、今日ね、函館で3頭走ったんですけど、2頭馬券絡んでるんでね、まあいくらせ2頭というのを、 ランディバイでやったら、特にこの距離は全然問題ないんで。ちなみにもう一ダイやめちゃロジチャリスおるんですけど、これやめときましょうと思いましたね。さすがに、さすがに、これ来たら、これ来たら謝る俺。はい。こんなもんにしておきましょう。で、一応印はワと、えー、トリコロルブルー一応本命に入れての、えー、マイナルハニー、ブレスジャーニー、あと以下、ブラックバゴー、鈴鹿デビアス、エアンセム、ゴールドサーベラスですらバケア、あー、入れてます。 そんなもんにしておきます。ちょっとナイト・オブ・ナイツもえい,いかなと思ったんですけど。うん、まあ、ともにしょう。一着組は今回もやめときましょうか。バカ正直に。はい。ちょっとクラウンド・ディバイドで引っ張りすぎましたけど。まあ、他のトリクロール・ブルー、マイネル・ハニー、ブレス・ジャーニー等々はもう事前調査、事後調査でちょこちょこ言うとるのでそちら見ておいてください。とりあえず今日はクラウンド・ディバイドだけ紹介しておきます。はい。以上です。ありがとうございました。はい。ほいで、復唱生活ですね。中京行く前に。行く前にですね。 はい。えー、さっき、さっきっていうか、先週もちょろちょろ言いました。えー、リアル馬券、現実馬券は、えー、中京よりも実は福島で今回稼いでますよ、ちゅうことで。はい。明日の福島狙い目はっちゅうと、もう先週と同様です。先週と七夕章やったかで、ちょっともうね、えー、過信しすぎてやられましたけど、うん。重症に非常に弱いんで、はい。やられましたけど。明日の狙い目はっちゅうと、はい。 狙い目は中途2回言うとこ。はい。えー、っとですね。どこ見とこうかな。どこを見てください。一レース見ときましょうか。いますかねすみません。あの、あの、あの方がいますかねえー、基本、選手同様、えー、積もってる方、え、ジュ積もってる方、 えー、あるいは、えー、さ、前も言いました、えー、北村博さんとか、えー、あとはですね、誰言ったかな、えー、もう一人、あ、田辺さんが先週校長やったよってことで、そこら辺馬券から回して、あと,と、まあ、戸崎さんとかは、どう、まあ、ある程度教えておきましょうか、ってう話しとったんですけど、えー、その中で今回注目したんが、やっぱりこの方ですね、福島中山の4コーナー使う競馬特にこの方選びましょうっ、っとで、あーたも芝も関係ないですよって先週ちろって言ったね、まあ、近賞見で、ね、雪見で飛んでもったんですけど、うん。今日北村博さん、 狙い目をてますね、毎回。内枠の4コーナー使おうけ馬ばや、ちゅてね。で、今回、えー、今日、該当馬が、もう唯一、1台だけでしたわ。内枠。まあ、フィールドプリティもちょっと変えましたけど。はい。んで、 えー、ここでね、はい、一台や、ちゅうて。で、アルマドゥルーゼ、一応、トサキさんやし、一番人気やし、こうとこか、ちゅうて、コンビからこうと大ワッシュやったんだけど、今日ここにワイドとね、えー、副賞となんか三連複ボーンでこう、ちょっと三連単間違えたんやけどね。三連単な一着三着表裏でこうてね、うわぁと思って、うわ、一着。 一着、二三着、表裏かーと思って、六万円のが、ちょっとお腹痛かったんですけど、ずっとお腹痛かったけど、今日はちょっとお腹、あ、もういいですかありがとうございました。わ <laughs> かりました。ありがとうございました。はい。てことで、もう北村さいどっちを買いましょうってことで、福島ちょっと紹介しておきます。軽くですよ。私明日買う予定は。まあこれ、今回買文句言わないでください。私も死んでるんで。はい。文句は言わないでください。私も死んでるんで、二回言うとこう。はい。えー、明日のレースで、えー、もう内枠寄りで美味しいです。 えー、福島さんレースのサムシングクール。これはさすがに一枠一番というのもね、ヘニーフューズやし、距離はなあと思って。まあ、多分買わないですけど、一応、一応印を打っておきましょう。まあ、これ来たらやばいなと思ってるんですけど、多分無理やな。で、まあ、買うな、現実的に買うならですね、えー、ここはね、あえてね、10レースのアスタースイングは人気出てますし、これは一旦スルーしましょう。思いないと思います。買うならね、まあ、10レースでもいいかなと思って11レースのアイライン。ここ星マーク打ってますけど、ここはちょっと,とりあえず買っておきましょう。 うん。えー、ハンデを恵まれました。52キロで走れるんで、ね、6歳まで。はい。で、前走3着な流れ使ってるんで、えー、全然悪くない。状態はいい状態なんで。買っときましょう。えー、中山で買ってるぶ、えー、実績もありますし、ここは買っときましょう。ほいで、え、アイラインと、まあ、打ち悪すぎでもないんですけど、あとは一応、当選ビータ、ーここも4コーナー使って、ダート戦7ここ、当選ビータも一応押さえておきましょうか。前走3着なんですけど、 そんな人気出てません。今回珍しくね。あいいなあと思ってえー、っとあごめんなさい。聞きました。ちょっとごめんなさい。あれ、あれ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 ちょっとごめんなさいね。なんかいきなりボーンっていったボーンって言った時、たまにあるんですね。もう嫌ですね。どこ行きましたか？すいません。日曜日行ってください。14レースですね。当選ビーターですね。はいまあ、こちらえー、前走3着でしたけど。 はい。枠順、えー、外枠からの逃げて3着やった。で、まあ今回打ち引いたんで、北村嘉さん非常にスタートうまいんで。で、打ちラチつけるのも非常にうまいんで、もうパーっていってもって、打ちラチさえつければ別に番で競ればでもいいと思ってます。これ一番美味しいんちゃおうかな。明日の中でこれが一番期待値美味しいんちゃおうかなと思ってます。ちなみに今のところで負傷何倍ですか教えてください。3.3か。これは売れなさすぎやな。明日多分持っておりますわ。多分2倍切るか切らんかぐらいまで人気出ると思いますけど、まあ買っときましょう。はい。 で、え、最初言うた、えー、でしたっけバーデバーデキャップ。バーデバーデキャップの、えー、こちらは一応1200メートルなんで、まあまあまあ、内訳ですけど、まあ、予報負担は普通は4コーナー使った競馬の方がいいんで、これはまあまあ、どっちもどっちですね。まあ、買おうか買うかおすすめは任せます。私は、とりあえず明日は副賞で、副賞かなで、一応この当選ビートは買おうと思ってます。はい、福島の紹介以上です。もうこれしか理由がありません。福島、えー、北村さんの4コーナー内訳は買っときましょう。えー、飛んでも知りませんけど、はい。 唯一しかなかったんで、今日も唯一の1台交代唯一やったんで、唯一ワわしュわしシュってなんで、すいません。ありがとうございました。お待たせしました。中京行きましょうか。えー、中京明日2000メートルが3クラー、サ3クラーか。あれららら、4レースの未勝利まだ見てません。ごめんなさい。えー、全部紹介したらもたないけど、ないな。あー、これはまた見ときますわ。見、見逃したな。そうやな。忘れてたな。未勝利戦か。これ明日かん明日で考えよう。うん。 もし4レース、情報を誰か午前中買う方いれば、コメントください。えー、一応私の解明を教えておきます。勉強した上で勉強した上で、ね、今から勉強してきます。はい。で、えー、今回注目したのがシンガポールなんで、その前にさっきこちら3歳以上500万の中距離8レース、えー、一応今印出店がハーツフェルトです。案上サッチさんとだけで不安なんですけど、ここもう簡単、もう超維持、言ってません。中距離2000実績あったらも買えと。はい。 中京二2 0だけ、なぜか高成績。2着1着、もんじゃこの方買いましょうってことで、ハーツフェルト、印売ってます、とりあえず。ちなみに、副賞売れてますか売れてるんでしょうね。はい、4番人気2倍となってます。やっぱ誰か凍ってます。もう超維持。中京二2 0超維持。2200より簡単です。はい。以上です。で、シンガポール停止賞ですかこちら、副賞生活候補いきますよ。はい。もう簡単です。前から売れてます。グラットシエルですね。こちらでいきます。10番人気、嘘やろ。もっと人気出るやろ。10番人気 嘘やろマジかよ。サメジマカツマさん、福永さんが乗り換わりでどうなんちゅうことで不安が寄せられましたけど、サメジマカツマさんでも芝最近読めてますよってことで今日見てたら、なんと3着2回の1着1回、もう今日わかってました。B コース代わり。前が止まらない、内が止まらない、理解してましたね。スマート車品、なんと1着おめでとう かなーと思ったよねこれな。だーと、ずつ使ってて芝一回走ってないけど、その芝の勢い一いかがね、ハイペースの中よく4着行ったな。あれ、これ今回あるんちゃうのと思って、サメジマ・カくんかー、行ってみようと思って、本命打ったんですね。なんと、リアルに1着、そしてワールド・フォー・ラブとね、馬券取れたはずなんですけど。なんと、この時間、まさかの、 寝落ちあっちゃーと思って、寝落ちやおれーと思って、うわ、起きたら終わってたんやな、これ。あっちゃっぽーし中0秒で1分8秒台前半500万でですよ。時計非常に早いうち止まらんジョイフル上がり33秒0で来てます。くっそ早い、自分の1あっちゃっぽーしと思って、うわー、スマート写品30倍かーと思って。あ、もういいですか。非常にようないたいです、これ。これ危なかったね、これ。これね、 もう寝落ちでよかったこ、これ。これ。これ、スリーケープマンボ、競ってみるから、30個。これめっちゃ怒ってたよ、これ。もう印、うわあここやーんと思って、もっと怒ってたもんこれ、れちなみになんぼや、これ。ジョイフル来てね。あまあまあいや、それでも痛いけどなと思って。ちょっと待って、これ。ちょっと待って。ちょっと待ってこれ。何んやったんこれ。7番、え ?8 番、7番、15番の組み合わせで。なんと、11万円。危ない、危ない。危ない。11万円や危ない危ない、危ない、危,危ない。セーフ。 もう分いいか,かりましたいや非常にかびっくりしたはいで、えー、冗談さておきはいえ鮫、ー、島勝蒲子今調子いいよっちゅうことってえー、グラッとシェルしておきますでまあさっきも言いました外行きとかよりちょっと前目つけなあかんなあっちゅうことで好ましときましょう、えー、一応中居ね同じ条件でまず買ってるっていうのがまず最低の条件なんでここクリアしてますよと はい。で、えー、前奏、明らかに、えー、ね、4ヶ月ぐらい休んで、しかも、中京二2200、言うてますね。中京二2 0 0と2200はリンクしません、しにくいですよ、中っ,って、前奏、中京二2200を使ってくれて、しかも人気出てくれたの5着。非常にありがたい。で、今回人気出てませんと。めちゃくちゃ美味しいです、これ。うん、中京二2 0 0と2200、ほんまに、真逆、真逆は言いすぎですけど、ほんまに傾向が全く違うんで。頑張ってください。ほんまにこの人気か。明日もっと人気出るろ。ちなみに、シャルドネ・ゴールド映が人気誰か出てます あ、ロードアルバートか。佐藤智美さんで嘘やろマジか。エイティサンダーは福永さんでまあ、かん。あそうやな。はいはい。プラチナボイス、なんと、高田純さん。えー。で、グラッドシェア60倍。絶対明日元人気出るわこれ。舐められてるわ。明日ちなみに、今ちなみに何倍ですかほんまに来てたんや、これ。あ、誰か買いましたか、これ。あっちゃー、1.6倍かー。俺こうたからかな。 俺さっき1万4300円突っ込んでいける。いやその影響か、その影響かその影響かそんだけいったか俺さっきまで10倍だった特徴。あ、もういいですかわかりました。そりらそん、いや、1.6倍いすぎるけど2倍はな2倍ぐらいあると思うけどな。明日多分2倍ぐらいはつくと思いますわ。さすがに。2倍以上はつくと思うシャルドネがもっと人気ついてるから。 頑張ってください。シャルドネゴールドデムちゃんってだけで私は買いたくありません。嫌です。飛んでください。非常に飛んでください。非常に飛んでください。これ飛んだら副賞わしわしよ、これ。頑張ってください。もう理由簡単です。中級2 0で同じ、しかも同じ条件1000まで買ってます。はい。中一周。叩きい。前走中級2 0 0弱使っちゃただけで、しかも安状ここで校長の三メ島勝馬さん。理由それ以上ないです。ありがとうございました。はい。なかなかとすいません。ということで、えっと、何でしたっけ。出走表者を買い目の方に戻りましょうか。 はい。函館記念ですけど、えー、今回はもうダイアメジャー、信じましょう。えー、母八サロサドラーズウェルズですね。頑張ってください。明日おそらくタフな競馬になると思うんで、このまま頑張ってください。はい。あ、すいません。あの、ワイド流しんとこすいません。1万円かける7で5万円になってますけど、すいません。7万円の間違いですね。これ非常に間違ってます。ごめんなさい。あと、生まれん、生まれんちゃうわ。もうびく3連服 えー、ボックスが、印伝統と,と、えー、ワイドは、えー、と、本名と黒三角で売ってるんで、ちょっとややこしいですけど、本名と黒三角で買ってるんで、よろしくお願いします。はい、副所生活ですけど、中京2000ですね、シンガポール TC 賞ってことで、グラッドシール、グラッドシールかどうじゃなかった気がしますけど、すいません、文字間違えてます気がします。文字間違えてる気がします。はい。 路上圏勝ちってことで、ローテーション的にも多分ここが本ちゃんだと思ってます。田中目島勝馬さん、今日2勝してますんでよろしくお願いします。はい、14,300円様の復唱いきますよ、やっと。はい、すいません。昨日と同じで手抜き、すいません。あと1周しか中継ないんですけど、頑張りましょう。来週か、次、えー、来来週から、新潟、小倉、札幌ですね。うん、またね、ちょっと絞って頑張るんでよろしくお願いします。えー、ちなみに、個人的に、えー、現実収支は、 そうですね、中京函館全然ダメなんですけど中京都特に福島ですね福島で回収率がなんか150から200ぐらい叩いとるんでびっくりしてるんですけどいだにうんなんか中京順にれてるんで福島紹介したいんですけど紹介したら多分真相なんでやめときますはいということでえ以上で終わらせてもらいましょうご清聴ありがとうございました